松本伊代が10月12日土曜日と13日日曜日、東京の大手町三井ホールで松本伊代ライブ2024ジャーニー東京ラバーを開催。両日ともシティポップ系の楽曲を中心としたセットリストと進化する歌唱力で満場の観客を魅了したが、サプライズもあった2日目の模様をレポートする。1981年にセンチメンタルジャーニー作詞湯川玲子、作曲堤恭平でデビューを飾った松本は、その声を愛した堤からの提供曲を数多く歌唱。堤にゆかりのあるミュージシャンと歌手が集結した2021年のトリビュートコンサートに出演したことがきっかけとなり、同コンサートの音楽監督指揮を務めた作編曲家の舟山元基とも親交を深めてきた。松本の歌唱力と表現力に惚れ込んだ舟山は、2022年のデビュー40周年ライブから音楽監督に就任。上演曲のアレンジやステージの構成を手掛ける一方、信頼を寄せる腕利きミュージシャンをキャスティングして最高の演奏を引き出すなど、強力なバックアップを継続している。3年目を迎えた今回は、松本が作詞を担当した新曲、東京ラブ、韓国の人気 DJ、ナイトテンポの作曲で4月に配信リリースにちなんで、東京ラバーをテーマに設定。東京で生まれ育った松本の思いを反映させるべく、近年世界的なブームを呼んでいる、シティポップ系の洗練された楽曲が多数セレクトされた。好評を受けて、同ライブにおけるバージニアラプソディの歌唱映像が YouTube の公式チャンネルで公開された。今後も数曲の公開が予定されているので、極上のステージの興奮をこの機会に体験していただきたい。ライブレポと日本を代表するミュージシャンが奏でるゴージャスなサウンドと調和した深みのあるボーカル、キュートでエレガントな衣装と飾らないトーク。歌手松本伊代の魅力を存分に味わえるステージだった。10月13日日曜日、東京の大手町三井ホールで開催された松本伊代ライブ2024ジャーニー東京ラバーには、令和世代も含む多くのファンが詰めかけた。 YouTube や定額制音楽配信サービスサブスクを通じて王子の活躍を知らない10代20代にも松本の歌声が浸透している現れだろう。花の82年組の一人として、キラキラしたアイドルのイメージを持たれがちな彼女だが、20代で発表したシングルやアルバムには、林哲司、小西康史、大江千里、先谷健次郎など、近年のシティポップブームで再注目されているミュージシャンが多数参加。高い音楽性が評価され、この2年間でアルバム3作、プライベートファイル、風のように、サムシング・アイ・ワイ・オーが復刻される人気ぶりを示している。2023年11月に出演した林哲司のトリビュートコンサートでは、アイドルからの転機となったバラード曲「信じ方を教えて」と「さよならは私のために」をしっとりと歌い上げ、持ち前の歌唱力がシティポップファンにも知られるようになった。前日の公演に台湾から駆けつけた観客がいたのは、海外にも楽曲の良さが浸透しているからに違いない。本公演の音楽監督を務める舟山元基は、松本のファーストアルバムからアレンジャーとして参加。名盤の誉れ高いアルバム、天使のバカ、86年と、風のように、87年では、全編曲を手掛けるなど、80年代から松本の楽曲制作に関わってきた。堤恭平作品の編曲を最も多く手掛けたことで知られる舟山は、2021年に開催された堤のトリビュートコンサートで音楽監督と指揮を務めたが、
そこで松本と再会。翌年以降、単独ライブのアレンジと構成を担当している。彼女の声と歌唱力に惚れ込んだ船山は、自身が信頼する当代一のミュージシャンを毎回キャスティング。この日のメンバーも3年連続で参加しているぞ。佐木隆、ギター、バンドマスター、阿部淳、キーボード、アマゾンズ、コーラス、ルイス・バジェ、トランペット、アンディ・ウルフ、サックスに、新しく江口忍、ドラムスと、川崎哲平、ベースが加わった強力な布陣だった。開演は16時30分。デビュー30周年を機に再結成された新鋭隊が、イオちゃんコールを始めると、これから始まるスペシャルな時間への期待が高まる。客席の照明が落ち、バンドメンバーに続いて、純白のミニドレス姿の主役が登場すると、大きな拍手と歓声が巻き起こった。オープニング曲のプライベートファイルは開けたままでは、韓国の人気 DJ、ナイトーテンポがリエディットしたことで注目され、サブスクでも人気を集める89年の作品。都会で働く女性の心情を華やかなサウンドに乗せて歌う幕開けにふさわしいポップチューンだ。昨年ナイトテンポと初コラボを果たした松本は、今年4月に自身が作詞をした新曲東京ラブ、作曲ナイトテンポをリリース。今回の公演名に入れられた東京ラバーはそのタイトルに由来している。続けて歌ったビリーブはドラマ主題歌としてヒットした代表曲の一つ。疾走感のあるサウンドで総立ちの観客を盛り上げると、会場では色とりどりのペンライトが振られる。最初の MC で自分が生まれ育った東京への思いを語った松本は、今日は一緒に思い切り楽しみましょうと呼びかけ、ライブでもおなじみのシングル曲素敵なジェラシー、ラブミーテンダー、あなたに帰りたい、ダンシングインザダークをメドレーで披露。あなたに帰りたいでは、この3年間で定着したサビの振り付けを全員で踊り、オーディエンスとの一体感も生まれた。その後は近年復刻されたアルバムからセレクトしたシティポップのコーナーに突入。プライベートファイル、89年からはピチカート5の小成功日から提供された有給休暇、サムシングアイワイオー。82年からはサブスクで人気の高いバージニアラプソディ、風のように。87年からは林哲司が作曲を手掛けた Too Late Too Young を3曲続けて歌い、アルバムも名曲揃いであることを知らしめた。国内外のファンから注目されている松本伊代のシティポップはこれからもディグられていきそうだ。ライブ後半、韓国ドラマの女優の衣装に着想を得た黒いミニドレスに着替えた松本は、全幅の信頼を寄せるバンドメンバーを紹介。撮影タイムを経て、日本のポップマエストロ、杉正道が石川さゆりに提供したウイスキーがお好きでしょう、ツヤのあるボーカルで聴かせて新たな魅力を訴求する。曲間の MC では、ウイスキー代わりにほうじ茶を飲んで笑いを誘ったが、もう一曲、40周年アルバムでカバーした西田幸子の紅ホテルを歌唱すると、場内はすっかり大人のムードに包まれた。本人にとっては挑戦だったようだが、松本の性質を生かした選曲で歌手としての進化を印象付けたと言えるだろう。恩師の堤が作曲した紅ホテルは、松本がいつかテレビで歌いたいと語るほどお気に入りの一曲。堤のことも松本のことも熟知する船山のジャジーなアレンジによってライブの定番曲となりつつある。デビュー40周年、21年を機に音楽活動を本格化させたことが新たな出会いを生み、それがまた本人の意欲につながる好循環が生まれているようだ。新しい取り組みはさらに続き、MC を挟んで21歳の時に新境地を
開拓した恋愛三部作のメドレーに、河村真澄作詞、林哲司作曲、船山元希編曲のザクミによる信じ方を教えて、さよならは私のために思い出をきれいにしないでの3曲を船山が新たにアレンジし、まるで一編の映画を見るような構成となった。今回のライブではショーとしての流れを重視したという船山の狙いがここにも現れていたと言えよう。ソフィスティケートされたバラードで進化を発揮した松本だが、終盤は一転アイドルイオちゃんの代名詞的楽曲と言える TV の国からキラキラでスタート。当時の振り付けを再現したパフォーマンスで会場を沸かせ、キラキラのフレーズを繰り返すサビでは、今回のライブのために用意されたキラキラタオルを舞台に向けてファンがフル盛り上がりを見せた。嬉しい、この景色が見たかったの、そう叫んだ松本は続けて、ラストキスは頬にしてを歌唱。自身のインスタグラムで振り付け動画を公開していた、マリアゲ幸せになってでは、観客と一緒に踊り、バンドサウンドにアレンジされた、ジニ、愛は、で本編を締めくくった。興奮冷めやらぬ客席から拍手と熱狂的なアンコールが連呼される中、バンドメンバーに続いてサプライズで現れたのは夫のヒロミ。妻の写真がプリントされたオフィシャル T シャツを着たヒロミは、皆さんアンコールの声で相当お疲れでしょうから、おじさん我慢できずに出てきてしまいましたと言って笑いを取った。そのヒロミに呼ばれて再登場した松本は、夫と同じ T シャツ姿。結婚30周年を迎えた二人だが、ペアルックにするのは初めてだという。ひとしきり松本との爆笑トークを展開したヒロミは、観客席にいたキャプテン北沢清子、山本恵子を発見。アイドル時代にバックコーラス兼ダンサーとして活躍していた二人に登壇するよう呼びかけると、妻と熱いハグを交わして舞台を後にした。アンコール1曲目は大滝詠一の作詞作曲で、アイドル時代のコンサートでも歌っていた夢で会えたらをカバー。デビューした時は16歳だった私も来年は還暦です。これからもさらにパワーアップして皆さんと一緒に人生の旅ジャーニーの思い出をたくさん作りますとコメントした後、キャプテンと共にデビュー曲センチメンタルジャーニーを歌い踊り、フィナーレを飾った。セットリスト01、プライベートファイルは開けたままで、89年テンスアルバムプライベートファイル、作詞国部ひろき、作曲西脇達也02ビリーブ、84年サーティーンスシングル、作詞ウリア・ミヤビイサム、作曲堤恭平、シングルメドレー03素敵なジェラシー、87年にセカンドシングル、作詞河村真澄、作曲岸正幸04ラブミーテンダー、82年セカンドシングル、作詞湯川玲子、作曲堤恭平05あなたに帰りたい、ダンシン・イン・ザ・ダーク、85年フォーティーンスシングル、作詞ウリア・ミヤビイサム、作曲堤恭平06有給休暇、89年テンスアルバムプライベートファイル、作詞作曲小西康晴07バージニアラプソディ、82年セカンドアルバムサムシングアイワイオー、作詞フォーチンカ、作曲亀井俊夫08トゥーレートトゥーヤング、87年ナインスアルバム風のように、作詞河村真澄、作曲林哲司09ウイスキーがお好きでしょ、91年オリジナル歌手石川さゆり、作詞田口俊、作曲杉正道移住紅ホテル、69年オリジナル歌手西田幸子、作詞橋本敦史、作曲堤恭平恋愛三部作メドレー11信じ方を教えて、86年ナインティーンスシングル、作詞河村真澄、作曲林哲司12さよならは私のために、
1986年、トゥエンティースシングル、作詞、河村真澄、作曲、林哲司13、思い出をきれいにしないで、87年、に、ファーストシングル、作詞、河村真澄、作曲、林哲司14、TV の国からキラキラ、82年、サードシングル、作詞、伊藤重里、作曲、堤恭平15、ラストキスは頬にして、86年、18th シングル、作詞、松本隆、作曲、関口正人16、マリアゲ幸せになって、91年、12th アルバム、マリアゲもう若くないから、作詞、相川めぐみ、作曲、熊谷幸子17、ジニ、愛は、83年、9th シングル、作詞、作曲、尾崎亜美アンコール18、夢で会えたら、76年、オリジナル歌手、吉田美奈子、作詞、作曲、大滝栄一19、センチメンタルジャーニー、81年、ファーストシングル、作詞、湯川玲子、作曲、堤恭平。